Yes. ピーちゃんが慣れてすごい、ピーちゃんと同い年のカフェです。あなたともですよ。なんか一年だけご縁がありますね。姉ちゃんと同じ年姉ちゃんなんか妹みたいじゃない？そうじゃない、私も兄ちゃんみたいな。ハードめちゃう。そうだよね、まあいいや。いらずなんだ。はーい。30年前と同じ味？30歳じゃない。こんにちは、くまかりです。ウェリントンの街をマックスとピーちゃんと3人で街歩きしています。カフェを巡ったり、巡ったやないか、カフェに行ったり、マックスが働いてた本屋、古本屋さんですねを見に行ったり、あとはマックスが好きな、なんだっけ、服屋さんを巡ったりしました。その様子をどうぞ。はい。その様子をどうぞ。えい。ねえ。洒落てんだな。さっきのあそこのお店のオッケータピオカ、これタピオカじゃないけど、やっぱり作りってのすごいな、香りっていうか。
Mark. Hey, Mark. ベリントンの原宿巡りでした。すごい楽しい。ベリントンの原宿本当に楽しいですね。なんかおしゃれなお店たくさんでマックス楽しいですか。マックス楽しいですか。早かったわ。マックスその毎日楽しいです。マックスそのズボンを渡したんですか。はい、これは自分で作りました。テイク3。すごい上手なんですよ。この街を作って可愛いズボンを作ってます。マックスで結構インスタでいいコメントをいただきました。可愛いもんだって。すごい楽しく回らせてもらってます。ここがマックスが働いてた本屋さんです。古本屋さん古本屋さんですよ。やっぱり海外だから色彩が豊かで、なんか色鮮やかな本がたくさん並んでます。明日買いに来ます。わ、面白い。見てる。怖え。見てます。中でもなんかこの辺で働いてる人が、なんか自分の事務所から見えるから気持ち悪い。なんで言われて面白い。いやー面白い。すごいな、本当に安心感に包まれてるやつ。そう包まれてるんだよ。長崎とかにも外人いいもん見せるよ。え、なになに見てる。なんかポエムがあるの。見たい。おばあちゃんが来たよ。面白い。ステファニーがポエム。ニュージーランドであれなんだって。
有名なポエマ、ポエマっていうか詩を書いて、詩の作家さん、すごいお坊ちゃまなんじゃない、すごい。ウェリントンは風がすごい強いです。海もありますし、谷、谷のように、地形がなってるようで、風がすごい吹く土地でした。私はスカートを履いてきちゃったんですけど、ズボンを履いてきた方がいいようですね。すごい風に吹かれてます。ピーちゃんに、で今やってね、うん、やってるよ。それ不思議な感じじゃん。そうだよ。まだ幼稚園で働いてたかもじゃん。そうなのよ。そうなのよ。マックスはもういいじゃない、やめちゃう。うん。やっぱりそういうね、異文化の考え方を取り入れるっていう。衝撃だったけど。そうなの？エリカやばい。あ、そうかそうか、仕事だもんね、面接だもんね。うん。あ、流してる感じ。ねー、いろいろ出るんだろうね。楽しそう、それもすごい、ここサメ。で、スーパーはこちらです。え、スーパーこちらなの？すげえ。だよね。すごい綺麗だよ。すごい綺麗。じゃあ。